妊娠12週以前の流産の原因はですね、主に胎児ので、大体半分ぐらいが胎児のって言われてますね。でこれはですね、もう受精した瞬間からなので、受精した瞬間からっていうか、受精した瞬間からそうな場合と、第一原数分裂っていうのが終わって第二原数分裂をするときにになってしまう場合と2通りあるんですけども。はじめまして、中川ひろみと申します。内科専門医、臨床遺伝専門医、がん薬物療法専門医です。臨床遺伝専門医とがん薬物療法専門医を2つ持っている非常にレアケースでですね、世界的にも大変珍しい専門医です。よろしくお願いいたします。まあですね、妊娠が分かったっていう時にはですね、すごく嬉しいんですけど、不幸にもですね、赤ちゃんを流産で亡くしてしまうことがあったり、あと人工的に流産をされるケースっていうのがあります。まあ、流産自体はですね、全女性の大体3分の1くらいが一生に1回は経験しているものなので、そんなに稀なことじゃないんですけど、あんまりですね語られると、お友達同士で流産したのよっていう感じで語られないので、っていうのと、あとやっぱり赤ちゃんができたってことは女性にとってはすごい嬉しいことなので、あの流産っていうのすごいトラウマになっちゃう人もいるんですね。なのでもうちょっとでも流産っていうのがそんな特殊なことではなくて一般的なことなんだよっていうことで、あの普通に語られるような世の中になればいいなと、まあ、女性の受けるダメージが少なくなればいいなって思いますね。そういえばね、日本ってね、あの死ぬ、一般的な死ですね、流産ではなくて、流産って赤ちゃんの死ってなわけじゃないですか。だけど一般的な死っていうことも語らないんですよね。これがですね、あの欧米だともう割とその死というのが、死ぬまでこうやって生きようみたいな感じでみんな割とフランクに考えてたりするので、でも日本人ってそういや本当にこう自分が死ぬ時のこととか全く考えず、その死っていうものを日常的なところから隔絶されて存在させているので、だから余計日本人だとショックが大きいのかもしれませんね。でも私のお友達も第一子を妊娠して、それで流産してしまって、それっきりもう医者を辞めてしまって主婦になってしまったお友達もおりますので、やっぱり流産っていうのはそれぐらいショックなことなんだなと。人生が変わってしまう、だって医者辞めたわけなんでね、それっきりそうやって人生を変えてしまうぐらいのイベントなんだなっていうふうに思います。でですね、であと流産で自然に排出される場合と、そうじゃなくて経流流産って言って手術が必要になってしまうっていうケースがあります。で12週以前は初期なんですけれども、これ経過観察して自然排出を待つか流産の手術をするかどっちかってことになるんですけれども、だいたいですね、流産の時出血が見られるとですね、だいたい7割ぐらい何もこともなく子宮内容物に排出がなされてですね、手術がいらないということですね。でも不全流産っていう形になるとですね、中に内容物が残ってしまっているなとかっていう場合は、やっぱり流産の手術をすることが必要になってきます。であと、もう全くそのままとどまっている経流流産っていうのがあるんですけれども、この場合は手術が必要になります。で出血とかが全くないんですね。で検診した時に初めて分かるっていう感じなので、自覚症状、出血もないような状態で突然流産告げられてすごい大ショックとなってしまうんですけれども、流産自体はですね、別に妊婦さんがどういう生活をしてたからなったとかっていうものでは、まあ、大量にアルコールを浴びるように飲んでるとか、まあ、そういう身に覚えのある方以外はですね、基本的には全く妊婦さんの責任ありませんので、ご自身を責めないようにしましょう。妊娠12週以前の流産の原因はですね、主に胎児の染色体異常で、大体半分ぐらいが胎児の染色体異常って言われてますね。でこれはですね、もう受精した瞬間から染色体異常なので、受精した瞬間からっていうか、受精した瞬間からそうな場合と、第一原数分裂っていうのが終わって第二原数分裂をするときに染色体異常になってしまう場合と2通りあるんですけども、受精胚が育っていく非常に早い段階で、染色体異常になっているので、別にこう避けようがないってことですね。その他にもですね、まあ、飲酒とか喫煙とか危険な薬物を摂取するとか、であと甲状腺異常であったり、そういうことがですね、流産の原因になるっていうことは考えられるので、日頃からまあ健康に気を配るっていうことは、お子さんの欲しい女性たちにとっては大事なことだと思います。
で、大体ですね、日本では掻爬法っていうのがされているんですが、まあ、吸引法をやっていただけるっていうのが方が安全です。なので、あの中絶手術を受けるところがですね、掻爬法なのか吸引法なのかっていうのを確認なさってから受けられた方がいいと思います。で、費用とかもね、あの医療機関によって変わってきますので、保険が適用された場合はだいたい1万5000円から3万5000円くらいらしいです。で、あとはですね、その時にですね、ぜひやっていただきたいことはですね、この赤ちゃんの染色体異常があったのかなかったのかっていうのは、あの調べることが可能なので、今後のこともあるので、やっぱり染色体異常があったのかどうなのかっていうのは、この亡くなった赤ちゃんの流産手術の時に検査しておいていただきたいかなっては思いますね。あとですね、こういう染色体異常が赤ちゃんにあるのかないのかっていうのは、赤ちゃんが流産していない、生きている状態でですね、する方法っていうのがありまして、ミネルバクリニックでは妊娠6週からですね、 NIPT、まあ、母体の採血で赤ちゃんのこういう染色体異常があるかないかっていうのをチェックするっていうことができますので、前に流産したことがあって心配な方とか、まあ、そうでなくても赤ちゃんの健康状態を確認したい方っていうのはですね、ミネルバクリニックでは一番幅広いNIPT のメニューを取り揃えております、お待ちしておりますので、ぜひお越しくださいませ。オンライン診療でもいたしておりますので、ぜひご相談くださいませ。よろしくお願いいたします。